どうでしょうか。おお、すごい切れ味です。すごい。使うのはこいつです。安定の死活の鎌のイメージ的にはこの左の短い方が刃だと思うんですけど、今回はあえてたくさん切りたいので長い方を刃にしてみます。欲しいよ。鳥の顔みたいになってきた。あ、寒い。くそ、やべえ。なんとかしなきゃね。
構先っちょは鋭くなりました。だけどちょっとやりすぎて髄みたいなやつがちょっと見えてきちゃいました。もうこれなんですけど、白い硬い部分の中心にあるこの髄みたいな部分が結構脆くて、なのであんまりこいつには出てほしくないんですけど、もうこの辺が薄さの多分限界です。これでどれぐらい草が切れるか試してみます。あ、切れた。もういいのか、もうちょっと太いのでやってみよう。全然切れません。叩きまくってちぎれた感じです。これが結構もう鋭さの限界だけど、どうしたらいいんだ。作戦を変えます。ここの刃になるはずだった部分にちょっと溝を掘って黒曜石の破片を埋め込む、旧石器時代の採石人スタイルです。はい、こういう丸っこい黒曜石、薄かったり尖ったりしてると便利なんですけど、こういうのあんまり使い道がないので叩いて薄片を作っていこうと思います。ちょっと端の方を叩いてみよう。うお、粉々になっちまった。痛い。消えた。難しいかも。この辺で欲しいので、いい感じの白煙が取れました。結構取れました。お、結構はかどる。すぐ行けちゃうかも。5時間でこんな感じになりました。この尖っている方を刃にしたいから、こっちでいいのか。こんな感じか。
あ、動いた。固定が難しいな。よいしょ。いいね。はい。はまりました。ただ、この黒曜石の高さを本当はほぼ一定にしたかったんだけど、多少ばらつきはあります。それぞれの石に個体差があって、厚みも違って、この溝が均一な厚みなので、そこに差し込むとどうしてもこういうふうにばらつきが出てしまいます。もう入るね。ここから入る。最後はガッとここに引っかかって全部切れるようにちょっと長めにしました。すごくシャープです。うー、美しい。鎌の刃をしっかり固定するために松ヤニ接着剤を作っていきます。松ヤニは手で触るとベタベタになるので、石などを使って取りましょう。素晴らしいです。今回はこれくらいの量で、結局手はベタベタになりました。続いて火をつけます。手のベタベタが滑り止めになっていい感じです。実際、手が乾燥して滑りやすくなる冬の火起こしでは、松ヤニをあえてつけることもあります。30秒ほどで火種ができました。これを火口に入れて、優しく息を吹きかけていきます。火がつきました。先ほどの松ヤニをセットします。10分ほど経つと液体状になるので、不純物を取っていきます。松ヤニスープが澄んできました。今度は炭を砕いて粉状にしていきます。こちらを松ヤニに対して3割ほど入れ、しっかり混ぜれば、松ヤニ接着剤の完成です。
ああ。まあ、カメラをセッティングしてこいつをはめようと思ったら踏んでしまい、どっかに歯がめっちゃ消えました。見つかるかなこれ。墨そっくりだもん。もう世界中に飛び散ってますよ。明らかに石2つ分ぐらい短くなっちゃったけど、草は切れるでしょう。作戦としてはこの松ヤニに刃を一個一個取ってつけてすぐに死活のに差し込んでいくという、すぐに固まるのでスピード勝負です。チーズフォンデューみたい。おお、仕切るな。よいよいよい、あっつ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 、くっ、手についた。くっ、あちい。しかしハマりました。どっぷりついてハマりました。あっちゃあっつい、ほい、いいね、いいね。カマ完成です。正直前の方がかっこよかったかもしれませんが、これで強度は格段に上がったはずです。もうどんな振動を与えても落ちません。素晴らしい。どうでしょうか。おお、すごい切れ味です。力が全然いりません。見てこの断面、綺麗に切れてます。そして刃はこぼれておりません。次もうちょっとぶっといやついってみましょうか。この辺で硬い、く、強い、く、いった、いきました。そして悲しいお知らせもあります。結構いかれちゃった。真ん中の子たち結構いかれちゃった。ちょっと待って。